日本相撲協会は27日、元幕内北西方の暴力問題による監督責任で宮城の親方、元横綱白鵬、が師匠の立場を外れた宮城野部屋の師匠代行に、伊勢ヶ浜一門の大島部屋に所属する玉垣親方、元小結友の花、がつくと発表した。同お親方は同日、大阪市内の宮城野部屋へ合流した。 宮城野部屋が置かれている状況は非常に厳しいものだった。春場所は玉垣親方が師匠代行として部屋の指揮を執るが、状況的には事実上の部屋閉鎖であることが明らかになった。春場所で師匠代行という形を取ったことについて玉垣親方は、処罰が3月場所直前でしたので、本来なら代行云々という話より、もし早めに処罰になっていたら、 そういういいい話にはななっっていなかったとと思いますと説明師匠を代行するにあたっては教会から部屋がないものとして考えて行動を制限してくれとの説明を受けたという4月以降の一問預かりについても一問で協議をして教会コンプライアンス委員会に持って行ってと流れを説明したが却下されるかもしれません この不祥事は相当厳しい形で教会として重く受け止めているので、どうなるかという感じ、と状況の厳しさを説明した。これから稽古、日常生活を厳しく監督していく玉垣親方は、いやもう深刻な問題ですよ。まずみんなに集まってもらって現状を説明して理解してもらう。再発防止に向けて責任ある行動をしてもらう。外出は当然できません。 日常生活の買い物と病院治療ですねあとは稽古それだけですと話した